はい、それではケイメンの対談 Yes! ブライトフューチャーフリートーク、六本木家具は、元六代目座長高杉俊樹さんです。すごい人気ですね。拍手されるようになれてワオワオなんですか。あの、トシさん、ちょっともうこれはもうフリートークなんで、うん、もう僕はもう聞きたいこととか、いろいろ喋りたいこと、バンバン喋ってください。いいっすか？はい、いいっすか？おー、いいぞ。なるほど。いいぞ。まず、ちょっと見てる方に説明兼ねて、彼、高杉俊樹は、六本木かぐわっていうね、もう、5億円でしたっけ？当時、うん、はい、いいっすね、まあ、そのぐらいのね、そう、5億円かけて、値段をかけて制作したというね、うんうん、作ったところのショーレスランのもうスターですよ、スター。まあ、ニューハーフさんとかと一緒に踊ってたじゃないですか、はい、でその時に、まあ、ニューハーフさんも歴代だから商業界中なんでいるんで、ニューハーフさんともお付き合いしてましたよね。え、ね、まあ、名前は言えなくていいですよ。してましたよね、お付き合いね。いや、まあ、あの、はい、ショーの中でお付き合いしてで、ショーの作品の中でお顔褒め緊張超臭い。当たり前じゃない。でその時は好きになるんですか？当たり前でしょ。マジですか？好きにならないと恋愛のダメですよ。あ、なるほど。じゃあもうそのナンバーのやってる時はもうすごい好き。あのね、はい、本当にその瞬間は僕は好きになった、うんうんうん、あー、なるほどね。まあ、芝居でなんか作るじゃん、はい、作ったらね、はいはい、作ったって見えちゃうな。あ、なるほどね。え、誰でもですか？誰でも好きになってました？うん、誰でも。僕もこうやってたじゃないですか。僕は、はい、僕はどうぞ。僕は人によって好きになってました。この人ごめんなさいね、これ見てる人怒られるかもしれない。あの、私のことだって人によってやっぱ相性ってあるから、この時にはこの子の好きだったなとか、でも同じナンバーやってんのにこの子のこと好きになれないなっていうタイプだから、やっぱりある。 うん、そこはやっぱトシキと僕の違いね、感じでございますけども、ちゃんとみんな好きになれたんですね。まあ、その方がなんか見てる方もドキドキしない？まあ、そうですね、そうですね、そうですね、はい、なんだか、そうですね。いや、ちょっとテンション上がっちゃった、ちょっと近づいてきて、もしかしたら、ごめんなさい、テンション上がっちゃった。その方が見てる方はそうですよね。そう、だからね、はい、あの、はい、いいですね、どうぞ。相手役さんに、うん、あの、うん、僕たちの許された時間は、うん、そのショータイムの、その、3分とか10分の間だけだよって。あ、それが僕たちに許された唯一の今の環境の中での時間だよ。なるほどね。あ、そういうね、じゃちょっと3分間の2人だけの空間ね。そうで、じゃその間にニューハーフさんの、うん、まあちょっとこう知らない方もいるんで、ニューハーフさんの特徴ありますか？こういう感じだよ、ニューハーフ、一緒に仕事してるとこういう感じ見えて、こういう感じが多いよっていう、ニューハーフさんの特徴なんかありました？いいよ、本当に、はい、まあ、美意識半端ないですよ、ね、美意識半端ないです、ね、半端ないですよね。ただどう、嫉妬とかどうですか？やっぱさっきショータイムで恋愛感情になるじゃないですか。まあ、嫉妬もありますよ。やっぱ嫉妬心強いですか？嫉妬心強い人は強い。でも強くない人は全然強くないじゃん。あ、両極端なんですよね。でもなんだかね、居心地すごくいい時ありますよね。なんか男心も分かってるじゃないですか、彼女たち。そうですね。だから僕もそう、ニューハーフさんとこう男女関係になったことはやっぱ過去の話ですよ。うん、やっぱあるんで。はい。あるすごいね、この人。あるので、いや、ありますよ。だからそれ男性の気持ちも分かるじゃないですか。すごいね、はい、あ、なんとトシさん、あの、ここでケイメンのキッチンカーやってるじゃないですか。ケイメンの唐揚げができましたので、ちょっと唐揚げをどうぞ。え、はい、食べてください。ちょっと食べながらちょっとトークしたい。はい、いただけるんです。こちらのケイメンの料理長翔くんです。ケイメンの料理長、料理長、ケイメンの料理長翔くんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ダンスもやってます。ちょっと食べてください、はい、ケーメン唐揚げ。今食べる。食べてください。さあ、これね、唐揚げね、なんとね、なんで出したかというとですね、はい、こう、やっぱキッチンカーやりながら、こう対談しながら、やっぱキッチンカーだから料理を出して、こう、食べながら対談したいなっていうのがケーメンの色というか、うん、だから、今後、やっぱいろいろトシさんの、じゃあ、第2弾、第3弾のゲストの方に、いろんな、まあ、食を、やっぱこう、アピールしたいので、やっぱいろんな、その、ピザとか、アイスとか、そういうのちょっと交えながら、トークしてるので、だから今回は僕の唐揚げ出しましたけども、そういうちょっと食もちょっとこうフューチャリングしながらトークしたいなっていうコンセプトで出してます。いただきます。めっちゃうまいね。うまいでしょ、うまいでしょ、うまい。ほらほら、もっとうまい。うまいよこれがね、このテンションがショーパブなんですよね。いや、マジでうまいね。いや、あんま期待してなかったんですよ
残念ながら、あの翔くん褒めお言葉ありがとうございます。いや、さっきから置いてあったから、はいはいはい、もう冷えてるし硬くなってんだろうって思ったら。なるほどね。こんなうまいと思わなかった。本当ですか。ちょっとじゃない。ちょっと待って、爆笑してんの、うん、スタッフいない僕だけですよ。一人で爆笑してこの顔だってマジなんですよ。マジで本当美味しいって言ったから俺は分かるから爆笑してるんですよ。作りじゃないですよ。マジでうまいですよね。ありがとう。鶏麺唐揚げ、うちの料理長が作ってくれました。ありがとうございます。あの、トシ君、あの広島出身じゃないですか、はい、広島にまつわるなんか話とかあります？なんか広島だから、俺は広島出身だからこの話なんですよ。いや、まあ広島だからっていうかね、うん、あのね、地元が広島市で、はいはい、広島市って三角州なんですよ。うん、三角州ってわかりますか？わかんない。わかんねえのか。小学校行けねえ、また。三角州ってなんか川が多いんですよね、うん、川がこう三角のようになってる三角州、うん、三角州だったから、うん、うちのすぐ近く川で僕釣り行ってたんですよ、うん、小学校、中学校とか、うん、で、ある日、うん、友達と今日も釣り行こうって、うん、釣り行こうって、うん、自転車に釣り行こうって、うん、釣りしてました、うん、で、干潮だから、うん、干潮って潮が引くことね、干潮だから釣れないんですよ。ああ、釣れないですね、その時、うん、だから、川の中に降りて、うん、こう子供だから、うん、まあ、中学校1年生なんですけど、うん、石をこう向けて何かいるかなとかさ、うん、いろいろしてたんですよ、うん、そしたら昔ね、コーラとかを自動販売機で2リットルのコーラ売ってたの、うん、ありましたね、わかりました、はい、あ、それがコーラの瓶が川の中にこう埋まってると思った、うん、あ、コーラの瓶だって抜けない。え、ちょっとコーラの瓶でテンション上がったんですか？なんかこう、なんかね、なんか、なんだろうね、コーラの瓶だって抜こうと思ったんですよ、抜けないんですよ、重くて、うーって抜いたらめちゃめちゃ重いんですよ。上じゃない、コーラの瓶が重いですよ。めちゃめちゃ重い。で、コーラの瓶じゃないんですよ、実際は。え、何だったんですか？日本語でもない、英語でもない文字が書いてあって、サビサビなんですよ、はい、鉄の塊なんですよ、はい、めちゃめちゃ重い。え、何ですか鉄の塊。爆弾じゃー嘘でしょ。爆弾じゃー嘘でしょ。思って友達と爆弾じゃろ、これ爆弾じゃろ、嘘でしょ。俺のおじいちゃんが戦争行ってたから、ちっちゃに持って帰って見せよう、爆弾持って帰って見せようと思って、釣り竿を自転車の中こう入れて、この爆弾も自転車のカゴにこう入れていや、自転車でこう帰ったんですよ。いや、揺らすな揺らすな。揺らしちゃダメですよね。で、その自転車で帰ってる最中に友達とめちゃめちゃお金持ちになるんじゃないこれ、あ、子供ながらね、そう、めちゃめちゃこれお金持ちになって俺スターになるんじゃない、うんうん、中1のアホな小まあそうだね、目指したい、ね、うん、そう、やったと思ったんですよ、うん、で、おじいちゃん爆弾拾ったよ、うん、言うて、うん、おじいちゃん来たよ、うん、おじいちゃん、これ爆弾じゃん、やっぱ演技力すげえな。おじいちゃんがすぐ100頭うわぁ、マジバレ。だからもうね、警察が来るが、なんかね、うん、特殊な爆弾処理班っていう人たち来るんですよ、うちに。マジバナ？マジバナ、マジバナ。でね、警察の人が、うん、新聞社見ますかって。おぉ、やった俺新聞売ると。まず、俺来た、いいね、いいね、売る来たちょっと、やっと新聞社、新聞だよそれ、おじいちゃんが速攻でやめてください。なんだよ、目立たないようにね。なんだよ、あ、そうなの。それで新聞には乗れなかったんだ。乗れなかった。おじいちゃんが断らなかったら、もしかしたら新聞には乗れた可能性高いですよね。じゃあ今もうサムネイルですよ、広島でマジ爆弾を見つけたダンサーみたいな。そんなだっていなくないですか、 YouTube で広島でマジ爆弾を見つけたダンサー。そうですよ、だって爆弾だって爆弾をね、拾う人もね、はい、宝くじに一等当たる人よりも少ない可能性高いでしょ、はいはい、そうですね、うん、で、ちょっと話したかったのが、うん、ただ
6代目座長だったんですよ、六本木家具は、うん、日本で一番でかいショーレストランっていうところの6代目座長で、僕がとしくんにこう、お前が7代目座お前が7代目だぞだぞっていう時あったじゃないですか。神がかってるな、君は。あったじゃないですか、うん、あの時、すごい結構僕、敵が増えてて、お前いけんのかとか、お前チャラついてんのにまとめられるのかみたいになったんですよ。で、あの時その心境的になんで僕にバトンパスしたのか。いや、もう向いてると思った。向いてると思ったからでしょうなんですけど、具体的にはまあ、あと俺整体をやろうとしてたから。はいはい、そうですね、はい、それもありました、ね、はいはいはい、うん、整体でそっちに行きたくて、そうで、今こう波に乗ってる順にパスしたみたいな、うん、マジっすか。まあ、でも、まあ、本当ですか、うん、あの時もすごかった。みんな相談して、大変じゃないですか、スタジオって。いろんなニューハーフさんの愚痴、会社の愚痴、後輩の全て受けて、しかも座長だからセンターで踊るんですよ。センターで踊ったりするから、うんうん、なんであいつ目立とうとしてんだよみたいな、そういうやっかみとか半端なかったじゃないですか。その時どうやって対処してたんですか。自分がこう、高杉としてこうセンターいい役もらってつって、うん、あ、高杉って目立ちたいんだねって なるじゃないですか。あんま言われなかったんだね。そう、マジっすか。なんかなかったね、そういうの。キャラだろ。なんもそういうのなかった。あ、そうなのか。うん、キャラなのかな。いや、わかんないけど、俺はすごいあったんですよ。お客さんからも、その、うん、他のショーパブからも、メンバーからも、見すぎ、ちょっと目立ちすぎじゃねえかとか、なんであいつずっとセンターなのかってすごいあったんですよ。だからキャラなのか、うん、キャラなのか、やっぱ、ね、目立つものって叩かれるじゃないですか、道理的に。出る杭は打たれる。まあ、それはストレスだったの。いや、ストレスというか、ストレスというか、なんかちょっとなんか楽しくやりたいのに、ちょっとなんかそういうの嫌だなって思ってました。あ、うん、まあそうだよね、うん、だからトシ君ってどうやって対処してたのかなみたいな。あんまなかったね。マジですか、うん、キャラ。いやだから今アイドルの、じゃあ AKB とかいろいろあるじゃないですか、アイドルセンターの人ってやっぱこう叩かれたりするじゃないですか、いろいろ。あ、まああるだろうね、うん、だからそれのちょっとまあ小さいバージョンというか小学バージョンみたいな現象があってね。今どうなんですか、今振り返って。ああ、いい質問ですね。今振り返ってやっぱりなんか目立ちたかったっていうのもあって、だからその目立ちた方が鼻についてたのかなみたいな、うんうん、まあでもそれはいいんじゃないの、うん、まあだからそうですね。なんか一回僕お笑いやった時に、お笑いやった時にトンネルズのトップの作家さんが僕のこと書いてあって、まあ、後にちょっと紹介しますけど、その人白血病で亡くなってしまったんですけど、で、まあ、そのトンネルズの話とかいろいろ聞いてたんですよ。でその時にタカさんが言ってた言葉に救われた、思い出してその言葉に救われたんですけど、タカさんが言ってたのは、いい気、人気、いい気、うん、いい気も悪い気も2つ背負って人気だぞって言葉があるんですよ。そうね、だからその時にその言葉に俺はこうやって見すぎじゃんって言われた後、こうあいつ目立ちすぎだよっていうのも嫌だったんですけど、それを受け入れた時に人気があるんだなっていうのを自分の中で消化して、うん、それで断られた、あの救われた言葉があります、うん、確かにそう思うわ。なんかタモリさんも同じことを言ってましたよ、ね、はいはい、本当ですか。あんまりその逆に気にしない方がいいよね。自分のその世界をやっぱ邪魔されるじゃないけれども、うん、自分が描いてるこのステージ像を描いていく、うんうん、ってほうがいいよね、信じて、うん、そういうことですよね、うん、そういうこと引っ張れちゃいますよ。さすがですよ、僕の尊敬する先輩とマジ対談できて嬉しいです、うん、はい、ちなみにもう一個踏み込んだ話していいですか。何踏み込んでるの。あの、A プロのスターが六本木家具は5億円かけて六本木家具に引き抜かれたじゃないですか、はい、ね、その時に僕の話ですよ、ハル、まあ、さんっていうスターと高杉俊樹さんっていうスターが2トップでやってたんですよ、はいはい、で、カグワの制作部は、これカグワファン多分喜ぶんじゃないかな、この話で。で、制作部はどっちを引き抜こうと、うん、問題になるけど、うん、だけど高杉俊樹を選んだんですよ。いや、まあでも最初ハルさんもこう声かけた、声かけてたと思う。嘘、マジっすか。そうそうそう、はい、まあ、ハルさんと、まあ、はい、あのスターだったら大地君って言うんですけど、あ、はい、分かる、はい、彼も声かけてたと思うんですよ、はい、あ、はい、で、ハルさんとは行かなかった。結果的に何か、まあ、うん、あったんでしょうね、はい。で、高杉俊樹はカグワに新しいオープンして立ち上げの時に、まあ、そのベースとして男役で呼ばれてるんですよ、はい、その時にそれもなんかちょっとかっこいいなと思って、でその時のエイプロのギャランティーあったじゃないですか。
ね、笑ってますけど。で、家具屋に入った時に行って、その時の家具屋ってめちゃめちゃ金あったんですよ。めちゃめちゃ金あったんですよ。俺は知ってるんですよ。で、その時の月収いくらだったんですか。スターが引き抜かれて。僕じゃないです。僕言います。僕の月収言います。あの座長の時の。言っちゃう。いや、僕は言いますよ。で、P 入れますから。大丈夫です。僕は、座長の時の全盛期で、まあ、チップ踏まえて、全盛期。あ、まあでもそんなもんですよ。あ、そうでしょ、うん、チップ踏まえてですか。そう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 。契約の時でもチップって全部のチップ。そうですよ。ちょっとそれそのバックではなく、バックではなく、だから給料とチップ。あ、まあでもそれはまあ好きによって全然違う。違うけどマックス、マックスいくか。3桁いきます。いやいや、言ってないでしょ。これ意味あるじゃないですか。俺覚えてますよ、ペイペイの時に、うん、こうすごいお金持ちの人が来て、うん、高杉俊樹座長ですって挨拶しちゃうんですよ。したらその人が、座長偉いですね、じゃあ仕切って頑張ってねって言って5万もらったそういう世界ですか。俺も座長になったらもらえるぞみたいな、こういうのありましたね。ありましたけど、はい、なくなりましたね。なりましたけども、またちょっとこうね、ショーパーの経験の人として、はいはい、ショーの世界もちょっとどんな形でもなんかちょっと盛り上げられたなっていう感じで ね、うん、ちょっと僕らの経験をちょっと活かして、はい、できたらいいなと思います。挑戦つなげましょうよ。行けましょう、はい、ありがとうございます。もう今日すっげえ楽しかったです。はい、はい、高杉俊樹さん、あなたの未来は明るいですか。イエスブラインドフューチャー、高杉俊樹でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。この間、高杉俊樹さんと対談して、今日お礼にまたちょっとこう唐揚げを、先ほど作った唐揚げをね、差し入れでお礼に届けに来て、今日ですね、出勤する道を聞いて、この時間解けないですけど、この時間に通るっていうね情報だけを聞いて、ちょっと今からトシ君に突撃して唐揚げを届けたいと思ってます。ここの、あっ、あら、あら、トシ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 くん、ゲーメン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 、テンショントシくん、あ、かっこいい、見て、かっこいい、かっこいい。はい、高杉さん、ケーメン来たよ。何してんのよ。高杉来たよ。何、この間の対談のお礼で、それで今唐揚げあげて。いや、かっこいい。これ差し入れ。ちょかっこいい。あの差し入れなんですけど、あの夜のバイクでサングラスですか。いや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 。かっこいい。ちょっとこれちょっと見覚えない。あれ、俺があげたやつ。そうだよ。使ってんだね、大事に。使ってる使ってる。夜でもこうかけて使ってますから。仲いいな。この間のね、お礼です。食べてください。何これ。食べてください。君たち暇だね。いや。何これを何届けにわざわざ来てくれたの。そうそう。待ち伏せ。そう。トシ君のスタッフにトシ君のその出勤の道と時間聞いて、今ちょっとストーカーみたいに待ってて。やってましたよ。だからこのトシ君の周りのスタッフとか関係者にちょっと食べてもらって。マジで、うん、ほんと最初誰だブリバリうまいっす。おいしいでしょ、おいしいでしょ。相変わらずブリバリゲリうまいね。おいしいでしょ、おいしいな、マジ。うちの唐揚げマジでうまい。まさかね、ジュンが一緒に踊ってたね、はいはい、あのジュンが、はい、こんなうまい唐揚げを作るとは思ってなかったよ。ああ、そうだね、うん、ありがとう。ありがとうって寒いんでしょ。寒いけどね、こんなダンサーだったのにお互いこんな料理して平面でキッチンカー作って先輩に食べてもらって僕も幸せです。いや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 、これほんまにうまいですよ、びっくり。またコラボお願いします。え、またコラボお願いします。やだよ。穏やかやくね。やだよ。あんたぶっこみすぎ。勘弁してる。